千葉から来た栗林です。今15、6回になります。今回はいろんな材料とか資材を買いに来ました。お店、食堂を始めるので、それの食堂の材料ですね。20年近く毎年マウイを行ってたんで、本当にマウイのダイナー、マウイのような雰囲気の食堂をしたいと思います。マウイ島のいいところっていうのは本当にゆったりこうのんびりしてて、でもちょっと買い物するに大きなショッピングセンターもあったりとか、だから田舎とこう都会が微妙にこう融合しているところが好きですね。やっぱりマグロ、アヒは取れるんで一番美味しいですよね。まず一番好きなのはダキッチンのお店ですね。ランチプレートのお店なんですけども、何を食べても美味しい、日本人にも合う。今回はやっぱりノーシュア、特にワイネバレーが一番綺麗で楽しかったですね。